もうちょっと待ってください。あれ。はい、お待ちどうさまです。はい、それではよろしくお願いいたします。お母様、各局さんよろしいでしょうか。代表、石井です。お願いします。まずお母様からお伺いします。この本書かれようと思ったのきっかけというか、まあ、思い立った時っていうのはいつだったでしょうか。でしょうね。きっかけっていうのは、私の頭にはあんまりなかったんですけれど、はい、それこそチャンスで機会を得ましたのでね、はい、出していただきました。マレーさんにお伺いしますが、お母さんの執筆活動を見ていて、なんか大変そうだなとか、どのようなことを思いましたか。いや、私はあまり直接関われてよりこう対談という形で母親とやったぐらいなので、そんな大変というのは私自身はあまり感じてないです。お母様の疲れる中で、まあ、苦労された点だったり、まあ、そのある意味楽しかったことというのはありましたか。あ、何ですか、すいません、もう一度。執筆する中で、はい、まあ、その、まあ、大変だったりだったり、楽しかったみたいなエピソードみたいなのはありませんか。で、大変ってことはなかったですね。でも楽しかったです。いろいろなこう思い出をこう、はい、出させていただいて、はい。すみません、こちらから失礼します。日本テレビの三上と申します。母さんがこう長年研究されていてですね、一番こう支えてもらって印象に残った時っていうのはいつだったんでしょうか。母親にですか。そうですね。まあ基本私はあまりこう悩んだ時とか母親に相談するっていうことがあまりないので、この時にとかじゃなくてもいつもやっぱりこうやって自分が現役時代に、ちゃんと一生懸命できたっていうのはやっぱり日頃母親が支えてくれて、もう本当に実家に住んでた時は朝からご飯を作ってくれて洗濯もしてくれて、でもとにかくいいコンディションでサッカーができるように栄養面のことも考えてくださったりとかしていたので、まあ、そういうところはここっていうところじゃなくてもう本当に常にサポートはしていただいてました。ちなみに最近さあ、さんがお母様に何か親孝行というのは何かされたんでしょうか。もう常に親孝行してます。はい。もう本当まあね、特別何かっていうよりもとにかく自分の好きなことを元気でやっているっていうことが多分一番の親孝行かなと思うので、まあそういうふうに思ってくれてるとは思うので、はい。その点お母様はいかがでしょうか。はい、思ってます。本の中で温泉にまた行きたいというのもありましたけれども、やはりその近々温泉の予定なんかはどうなんでしょうか。そうですね、今のところ考えてません。はい。ちょっとまだ自分の生活がちょっとまだバタバタしているので、本当に落ち着いてからゆっくり行けたらいいなと思いますし、まあ、仙台の方もいい温泉がたくさんあるので、まあ、時間を見つけて一緒に行けたらいいなと思います。ありがとうございます。他質問ある方いらっしゃいますでしょうか。すみません、TBS です。お生まれさんといえば去年に、ご結婚と引退を、ね、されましたけど、まあ、それについてお母さんにご相談というかお話していたんですか。もちろん結婚する時もそうですし、引退する時ももう自分で決めてから結婚する予定でいますとか引退しますっていうのは言いました。事前に、まあ、どうしようかなっていうのはないです。まあ、どこに本のタイトルになってますけど、ご結婚はお母様から、まあ、チャンスの波に乗ってるとかそういうこと。いや、結婚に関してはそんなチャンスの波に乗りなさいとは言われなかったんですけど、まあ、それは自分の判断で、はい、決断しました。